皆さんおはようございます。私が磯田康夫、69歳ですね。66歳の時に、外国大学へ行きまして、英語の勉強を開始しまして、1年目で英検準1級に合格、3年目で英検1級にも合格しました。それでこのビデオを作ってます。で、今日は何の話ってことなんですけどね、もう模試験も近づいてきましたしね、英検の試験ですね、近づいてきましたし、まあ、これを機会にこう自分の人生を変えるようなね、英語あるいは自分の人生を変えていくような勉強、そういうものにを掴んでほしいなというふうに、そういうふうにして私は思ってますね。ただ単にね、合格だけすりゃええんやとか、その TOEIC 800点だけ取れたらええ、900点かなんか知らないけど、それだけ取れたらええって、そういうことのためのもうなんかテクニックだけに走るような、そういうことをやったってね、後続かないしね。で、そういう人たち数多く私見てきましたしね。私がそれからいつも持論、そういうのを見てきたら持論として思って見てますのはね、まあ、そんなに英語にバカみたいにエネルギー突っ込んで結局ものにもならなかったら、お金と時間の無駄になっちゃいますよね。だったらもうブロックイングリッシュで行っちゃう、こういうレベルで行ってしまったら、もうそれはそれなりに行けるし、そんなに時間もかからないし、それはコストパフォーマンス一番いいっていうことと、それは嫌だっていうんだったら、とことん やり詰めて上級者以上になっていくという、そのいずれかの道を行くられるのが、私は一番こう、英語学習者にとってプラスになることだと思うんですよ。で、そうじゃなくってね、多くの人は上級者もいけないで、なんか知らんけど、とりあえずお金と時間だけつけてね、結構ぐちゃ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 やったけど、いつの間にか消えてなくなっていくという、ほらね、随分とお金と時間が無駄に消費されていってしまいますよね。まあこれはね、私なんでこんなに今ね、義務教育になってて、英語は義務教育で、今や小学生からやってますからね、まあ、人口の1億人ぐらいが勉強させられてるわけですよ、強制的に。で、結局何のものにもならないという人が大半なんですよね。で、上級者行くってのは年間に3000人ぐらいしかいないという、この現状では、どうしたもんだろうね、何のためにこんなことやってるんだろうなっていうふうな疑問を持ちますね。例えばね、まあ、私の言ってたような、言ってたというか、ついこの前まで言ってたような、まあ、はっきり言ってそんなレベルの高い大学ではございません。そういうようなところではね、まあ、はっきり言ってもったいないですよね。私、彼ら若者たちを見てて、これだけのお金と時間あるのやったら、私だったらもっと有益なことのために使うんだけどなと思って見てました。ね、まあ、そうやって卒業してなんかユニクロで服売ったりとか、居酒屋さんへ行ったりとか、もうそんなようなことして、で、なんちゃらホテルとか行って、もう1年もとたる間にもうどこへかね、辞めて消えていくという、そういうのは大半ですからね。それ何のためにこの人をお金使って時間使ってこんなことしてるんだろうなというふうに思いました。ですから、まあ、これを見てる方はね、この機会にもうぜひやるんやったら、もう真剣にやっていただく、で、何らかの成果を取っていただく、そうでなかったらね、何のため、意味ありませんよね。それだったら他に楽しいこといくらでもありますしね、面白おかしく生きりゃいいだけのことだと思うんでしょ。何も別にこんな英語やる必要もなんもないでしょって言いたいですよね。いやいや、こんなこと言うとあかんのか、見つけてください、原因、何かを見つけてくださいって言わなあかんのかもしれませんけども。そういう矛盾を絶えず私は感じてましたですね。ちなみにこの大学の先生なんかと話しますと、まあ私なんか年齢も私の方が上やから、結構こう本音で語られたら同じようなことを言うておりますよね。それを見てて、ね、勤め先としてね、学生さんなんとかあげたいと思うけど、笛吹けど踊らずの現状を見ててね、それだったら何のためにこんなことしてるんだということになってくるわけですよね。ちょっと悲しい現実がありますね。だから、これをいかにして突破するか、これ一人一人の、これ見てる方の課題だと思いますよ。ですから、この英検の試験を契機にね、一挙見直して、自分はどこまで行くのか、どういうふうにしてやるのかっていうのを、確実な自分の信念に決めてほしいなと、そういうふうに思って見ていますね。
あと、学校教育について言いますならね、はっきり言って英語なんてやってますけど、あんな時間足りない、全然足りないしね。で、ただしね、義務教育ですべての人に英語を教えるっていうのは、これはもう本来それは相当無理なんですよ。相当無理です。そもそも語学なんてね、本人にやる気がなかったらそんなもん義務としてやったってうまくいくわけがないんですよね。ですから、中学生レベルで、一応英語ってこんな程度のもんなんだよっていうことだけを、概括だけ教えたら、もうあとは必修科目から外して、選択科目にすべきだと思いますよね。でないと、本当に多くの人たちが、たくさんの英語の参考書や、これがいいんだ、あれがいいんだとか、その英語の辞書、電子辞書でも3万円とか4万円するでしょ。あんな、みんなどうなってるかって、みんなあれ、粗大ゴミで捨てられていくだけなんですよ。電子辞書ね。捨てられていってるわけですよね。で、だったら何のためにこんなもん3万も4万出しちゃうんだろうと私は思うんですけども、これが現状ですよね。ですから、私は本当に信念持ってやりたいという人だけには教えれるような、そういうシステムに変えていかないと、今みたいな状態ではもう本当に無駄を作ってるだけっていうふうに思えますね。はい、そういうふうに思います。で、ちなみに私、英検の、一次試験合格してから、二次試験は2回落ちてます。1回落ちてます。ということは2回、見てきた、つまり、一次試験を合格して来られた方ですよね。目撃しましたというか、どんなこと、だから、面接試験行くときね、もうないし、どんな人が来るんだろうかなって 興味ありますよね。興味あって、私、その控室行ったら、キョロ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 してみて、周りで、まず大阪なんですけどね、ちなみに、英検一次の、あ、ごめんごめん、二次、英検の二次試験って全国でね、確かもう10カ所ぐらいでしかやってないんですよ。そもそも、もう、需要もないし、一次試験を合格してくる方の数ってのは非常に少ないですよね。ちなみに、東京はかなりの数の方が合格されてるらしいです。東京で合格された方の話、ちょっと動画で見ましたけどね、やっぱりかなりの人数来られてますよね。ところが大阪ではね、もう1会場ですよね、2次試験の場合はね。1次試験は4会場であるんですけど、ちなみに1会場で私数えましたら、1回目の時30数名いただけですね。で、2回目の時は17名いただけなんですよ。2回目の時はコロナの関係があったんで、別れてたのかもしれませんけど、その程度しか合格して来られてないですね。大阪でそれですから、地方都市行ったらどんだけやねん、ったもうひどい場合はゼロというところもあるそうですね。一次試験合格されてるからね。そういう状況で、でね、どんな人来るんだろうって興味ありますよね。見ました。キョロ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 していました。やっぱほとんどはね、20歳代の男女ですね。若い男女です。それから、あと、中年の主婦。主婦っぽい感じの方、それとあと女子高生ですね。一番驚いたのは、この前に中学1年生の男子がいて、うわーって驚きましたですけども、それは例外的にすごい素晴らしい人なんだけど、それ以外は大体20歳代の若者ということで感じですね。で、その若者たちのなんとなく雰囲気、喋っちゃいけないことになってますからね、受験生同士は。こう、キョロキョロして見てると、やっぱりその雰囲気っていうのはいいですね。なかなかこう、シャキンとして、シャキンとしてるか、してますね。してて、んで、なんかいいオーラ出てますよね。凛としたオーラっていうんですか、かっこいいですね。そういう人が、多かったですね、私が見た限りは。で、このような年齢のものは、もう私一人だけです。あと、どこにもいませんね。はい、いませんでした。いや、もうそういうような状況でした。で、私が、普段見ていた若者、某大学の若者とは全然違うなという印象を受けました。で、そういう、あんまりパッとしない大学の学生っていうのは、ねえ、本当は何してきてるんだろうかというような人がほとんどですよね。はい。もうオーラもへちゃらもない人たちの集まりですが、本当に先生苦労しますよね。ああいう子たちをなんとかこう、レベルアップしようって、なかなか笛吹けど踊らずというような状況が続いていますね。これを見に来られてるような方ってのは、かなりの強い意志とか意欲を持って見に来られてると思うんですよね。それなかったらそもそもね、
こんな、いちいち探してこの動画にたどり着くことはありえないですからね。やっぱりそこに積極性っていうのは随分あると思います。うん、そういうのは感じますよね。で、まあそれを活かして次の、この試験からさらに上を目指してやっていってほしいなというふうにして思います。まあまあもちろん、私自身もやってますからね。はい、そういうことです。じゃあこれだけでなんかちょっとようわけのわからん話やけども、ちょっとでもそれで勇気づけられて、やる気出たぞやっていったら嬉しいです。じゃあそういうことで、また頑張ろう！